ということで今回もやっていきたいと思います。さて旅立ちますかね。3番道路。おお、びっくりした。いいこと思いついたぞ。ここで俺と特訓しようぜ。何がいいこと。いいけどどうして。もっともな疑問である。ノリで OK してくれよ。そんなんじゃジムチャレンジで勝ち続けられないぞ。え、なんなの結局。 OK しないと通してくれないってことね。 OK。 ノリがご機嫌だな。いや、自分がやったんじゃねえか。他のライバルたちに負けないよう俺たちも盛り上がるぞ。盛り上がり方が独特である。絶対私の方が勝つけどね。ポケモントレーナーのホップが勝負を仕掛けてきた。急激に周りの景色が荒野みたいになったわ。いつの間に場所を移動したんだろうか。昭和の特撮ヒーローもののようである。ジムチャレンジで勝ち進めるか、お互いの力確かめ合うぞ。君は今のところ無理だと思う。言葉通り実力の差がありすぎて容赦なく一撃で倒していくわ。今トレーニングになったのか。気を引き締めないとまずいぞ俺。頑張れ。頑張れ。ただただ私がお小遣いをもらったっていうだけの。そしてヒバニー進化。おや、ヒバニーの様子が、どんな感じになる。なんかちょっとスリムになる。おお、ちょっとなんかキリッとした感じになった。おめでとう、ヒバニーはラビフットに進化した。かわいいやん。いいねいいね。まあ問題は第3形態だ。ラビフットのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。可愛い系からちょっとかっこいい系になったんよね。あれか、ゼニガメと同じパターンかな。ゼニガメもさ、カメールでちょっとキリッとした感じになるやん。ラビフットウサギポケモン。ふかふかの体毛で寒さに強くなり、さらに高温の炎技を出せるようになった。おー、いいね。そしてジグザグマ。おや、ジグザグマの様子が。このガラルの姿のジグザグマが進化したらどうなっていくんかも気になる。おお、かっけえ。おめでとう、ジグザグマはまっすぐまに進化した。まっすぐまはまあもともとかっこいい系やったけん、そのまんまっちゃそのまんまかな。まっすぐまのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。まあここは私が一番気になっとんはやっぱり第三形態やけんね。まっすぐま、突進ポケモン。ガラルの姿、長い舌で獲物を挑発。怒った相手に強烈なタックルを見舞いするぞ。まあガラルの姿じゃないと第三形態までないらしいけんね。そこはやっぱ気になるやろ。まっすぐまは新しく辻斬りを覚えたい。もう技までかっこいい。ってことでさ、辻斬りって何系？悪か。へえ。舌で舐めるがいらんかな。とりあえず。よし、これでいこう。1、2のポカン。まっすぐまは舌で舐めるの使い方をきれいに忘れた。そして新しく辻斬りを覚えた。さすが俺のライバルだな。まあこっちを進化させてくれてありがとうって感じやね。お前の強さを認めてリーグカードを渡しておくぞ。お、アイナはホップのリーグカードをもらった。アルバムにしまっていくんや。今エンジンシティから始まる俺たちのジムチャレンジ。最初のジムリーダーは遠く離れた町にいるけど、絶対に最後まで勝ち進んでチャンピオンに挑むぞ。結構遠いん今度は。3番道路長いんかな。ハロンタウンのホップが次のチャンピオンだぞ。まあ兄弟揃ってチャンピオンってなったら確かにすごいけどね。そんな暑苦しい兄弟チャンピオンは嫌です。さあ頑張っていきます。なんかこの左下に出てくるこのマークはなんかなんていうん、通信、インターネット通信のやつらしいんよね。なんかでなんかポケモンを設定しとったらこう勝手に他のトレーナーの人と交換してくれるみたいな。何これ、なんかふわふわ近づいてきたけど。かわいい鼻系、野生の非面化が現れた。え、かわいいかわいい。でも結構レベルが上がってしまったけんさ、こう一発でやっつけそうで怖いんよね。ずつきぐらいでいっとったらいいかな。やっつけてしまうかな。あー止まって。ここはあれか、星ガリスぐらいで行った方が良かったかな。
ごめんね、一発で仕留めちゃった。大事なポケモンの HP が減ったら傷薬、毒を浴びたら毒消し、道具を買っておけば安心、ポケシャに戻らなくて済むよ。今この辺光らんかった、気のせい。ほら光ったアイナは大きなキノコを見つけた。イエーイ。ん？誰？野生のスカンプーが現れた。スカンプー、ここ頭突きぐらいでいけるかな、いけんかな、なんかやっつけてしまいそうな気がするな。ほらやっぱり。何誘爆。レベルを上げすぎてもちょっと、あ、ロッコン。待って、これ多分違う方が出てきた。何、気持ち悪い役でなんか変なポケモン出てきた。私ロコン捕まえたいんやけど、ちょっと待って、これ普通にモンスターボールポイって投げていけんのかな。レベルとか関係ないんかな、そこは。もうこっちに恐れをなして普通に入ってくれん、モンスターボール。お、やってやん、速攻で捕まるやんやったね、役で捕まえた。やっぱレベルとか関係あるんかな。役で発熱ポケモン、体に溜めた可燃ガスで発熱、特にお腹の黄色い部分が熱いのだ。炎タイプ、炎虫、へえすげえ。そんなの兼ね合わせるんやね。ボックスに送ります。でも多分こういう系統のポケモンって成長したら可愛くなるタイプなんじゃないん多分。野生のロコンだ、野生のロコンだ、嬉しい。捕まえよ。キュウコンに進化させたい。あ、やっぱダメなのね。恨み、恨まないで恨まないで。じゃあやっぱり体力減らさんといかんのなら、ちょっと欲しがりすでいくわ。いっけーい。尻尾が特徴的な2匹って感じやね。うーん、噛みつく、仕留めんといてね。いけい。あ、いい感じじゃない？いけるかな。新しいところ、新しい町に出発するときにはボール増やしてきた方がいいかな。おっしゃ、ロコンゲット。やったね。ロコンはね、進化前も進化後も可愛いけんねキュウコンも好きよ。ロコンのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。ロコン、キツネポケモン、子供だが6本の尻尾が美しい、成長するとさらに尻尾が増える。キュウコンだからね。今手持ちに炎タイプはおったんかな。ちょい待ってね。最初にもらったポケモンを忘れないであげてください手持ち炎タイプ、あ、そっかラビフット思いっきり炎タイプやった、そうかそうか。あ、じゃあ、あ、待って、ハテナになっとるけど。はい、ヒメンカということで、手持ち草タイプはおらんかったんじゃないかな、わからんけど。さあ、イケモンスターボール入ってくれ。どや、おっしゃー、一発、嬉しい。ここもきっとまあ進化系があるとすればどんどん可愛くなるはず、それを期待しよう。謎の草から臭い花みたいな、なんかちょっとね、突然変異みたいになるかもしれんけど姫面花、花飾りポケモン、一本足を地面に刺して日の光をたっぷり浴びると花びらが鮮やかに色づく。かわいい。あ、ちょっと待って、で、手持ち草タイプはおらん。ってことは、星ガリスの代わりに非面化入れようかな、私。ってことなんで、とりあえず体力もマックスやろ。レベル13。まあ、ちょうどいいぐらいじゃないかな。星ガリスと入れ替えます。
一応星グリスノーマルタイプやけん、ノーマル他にもおるしね。よし、オッケー。じゃちょっと私はモンスターボールを増やしてきます。ほい、ってことでモンスターボールとりあえず10個追加してきた。10個とりあえずね。トレーナーだね君は。違うの、なんか後ろにおるの何だっけ、バルキー、もうなんか名前も忘れたけど。開会式見たでしょ、テンション高まって戦いたくてしょうがないの。ん、いたの、もしかして。そういうわけじゃなく、ミニスカートのミチルが勝負を仕掛けてきた。よっしゃ来い。お、ロコン、この辺で捕まえたやつをそのまま使いよりやろ絶対。そんな感じじゃない。一匹やったんやね、負けちゃった。でもまだ高まってる、それならいいんだけどね。お、結構賞金がでかいぞ。ほら、この子誰やった、バルキーやったっけ、違う名前やった、もっと、あ、あっとったあっとった、野生のバルキーが現れた。金銀あたりから出てきたのやっけ、ここは違ったかな。はい、モンスターボール、捕まえてけ捕まえてけ。お、来るねこれ。本当にめっちゃ惜しかったんじゃない今の。そしてスーパーサイヤ人。ちょ待って、じゃあここは、ここは、どうしよう、ここ柄飛行が効くんやったよね、格闘って。あれ違ったっけ、逆。もしかしたら弱点やったりとか。あ、でも効くやつ出したらいかんのじゃない、どうどうよ。どうよと言われましても、結果はこの通りです。乱れ好きは飛行系じゃないんやね。あ、もういいよ。あ、ちょ、もう、まあもういいって。あれ、一回で止めとってくれたら多分よかった、いけたはず。くそ、あ、道具やん。ヒールボール3個見つけた、やった。捕まえたポケモンの HP と状態異常を回復するちょっと優しいボール。あれ、なんか前にも説明見た気がするんやけどな。ここはもうバシッとやっつけちゃって、あ、二度切りすればよかったや、まあ、いっか。どうせ一発。はい、オッケー。よし、それじゃあ進んでいこう。あ、どうも。私が学んでいるのは外国語にパソコン、ポケモン。ふんふん、もうポケモン学校があるぐらいやけんね。スクールガールのエミが勝負を仕掛けてきた。かわいい、いいねこの子。かわいい前髪パッツン娘には悪いが、戦闘はダイジェストでお送りします。イエーイ。負けちゃった。ポケモンの勉強足りてない、まあ、勉強っていうか実践が足りてないんじゃないかな。きっとポケモンに詳しくなるにはもっと好きになることからね。例えば野生のポケモンは HP を減らすと捕まえやすい。うん、分かってる。分かってるよ。これはスカンプーかな、ぽいよね。はい、来たスカンプー。でもパッと見背中だけ見よったらなんかちょっとまっすぐまみたいじゃない今までの。いけるかな、いけんかな、モンスターボール。レベル14までいったらいけんかもしれんね。お、やった、捕まえたやん。やったね、スカンプ捕まえた。新しいポケモンもどっさりやね。スカンプ、スカンクポケモン。お尻から相手の顔をめがけてものすごく臭い汁を飛ばす。汁は5メートル先まで届く。うわー、もうなんか気体ならあれやけど液体最悪やん。いつまでも匂い取れなさそう。毒系スカンプ、なるほどね。君はトレーナー？あ、だね。お、ポケモンの代わりにトレーナー発見。ポケモンも隣にいるよ、見て。
どれだけ強いかチェックします。スクールボーイの学ぶが勝負を仕掛けてきた。お、スクールガールとスクールボーイやね。すごみー、かわいいかわいい。しかし一発で仕留めます。ひなこ、イエーイ。ごめんね、活躍させてあげられなくて。お、姫んか、このままでいくよ私は。姫んか私の手持ちにもいるから、ニトロチャージ、いいね。姫んか進化するんかな、ちょっとその辺楽しみ。悔しい、君のポケモン強すぎる。めっちゃレベル上げたんだ。サクサクっと進めれるようにめっちゃ上げたんだ、いつも通り。お、あそこにいるのは僕だって。相棒のポケモンを育てる、だって悔しいもん。お、バネになったらいいんだけどね。何そこ閉じられてるけど。よっ、ジムチャレンジャー、開会式かっこよかったよ。ありがとう。あれ、ホップは別に一緒に旅してるわけじゃないからね、先に行きました。いても立ってもいられないのか、やっぱ兄貴に追いつきたいんだね。そうだ、ちょっとだけ面白いことを教えてあげる。何？あそこに建物があるでしょ、ローズ院長の会社なの。へえ。あ、これ遠くから見えとったやつかな。あ、違うか、あれは湖のほとりみたいなとこにあったやつか。3番道路の先には鉱山があるんだけど、そこで掘り出した鉱石をエネルギーに変えているんだよ。その鉱山を越えていかんといかんってことか、その次の町には。つまりガララ地方のエネルギーも院長が支えているわけ。ふんふん。よくわからない人だけどすごいんだよね、ローズ院長。尊敬してるのか。話に付き合ってくれた俺、穴抜けの紐をあげるね。おお、ありがとう。鉱山へ行くならね、大事かも、そういうの。アイナは穴抜けの紐を手に入れた。あ、そう、なんか今作から穴抜けの紐が大切なものに振り分けられるようになって、で、あの、使ってもなくならんらしいよね。めっちゃ便利じゃない？長くて丈夫な紐、洞窟やダンジョンから抜け出すことができる。何度でも使える。ほら、効果も変わらんし。めっちゃいい。要はドラクエでリレミトを覚えたみたいな感じやろ。しかも、あの、MP 消費とかもないし。めっちゃいい。あと、ポケモン元気にしてあげる。助かる、ありがとう。ターフタウンまでの道のりも長いけどさ、それもチャレンジだよ。頑張れ、ジムチャレンジャー。頑張ります。何気にちゃんと旅しよるよね、ソニアも。ちゃんと進んどるし。何今の変な音が聞こえたけど。何の音だった？何？間違えた。なんか鳴らした。どういう状態？岩みたいなポケモン来た。野生のタンドンが現れた。炭？タンドンのタンは炭ですか？炎タイプかな？ぽいよね、なんか。どや。お、やったー、来たー。ここはなんか進化しそうな感じするよね。いいね。やっつけた時と捕まえた時ってどれぐらい経験値の差があるんやろ。タンドン、石炭ポケモン。あ、やっぱり石炭、炭の炭や。およそ400年前に炭鉱で見つかった。あ、でも炎タイプはないんや、言わないよね。体のほとんどが石炭と同じ成分。かっこいい系になりそう。キリッとした顔しとるし。警備員さん？配達員さんか。運んでみせましょう、手紙と勝利。お、勝利も。じゃあ私に勝利をもたらしてくれるってことやね。ポストマンの銀太が勝負を仕掛けていた。銀太って感じの顔じゃないけど、どちらかというとモランボンという感じ。お、デリバード、かわいい。いいね、いいね。そして私はワンパチで行こう。ワンパチ出ておいで。デリバードいいね。あの、昔のさ、64のポケモンスタジアム金銀のやつで、デリバードのミニゲームがめちゃくちゃ好きやったよね、私。何人の人がそのゲームを知っていることか。おう、
スパーク。はい、一発。なんかいかにもサンタさんって感じよね。色合いとか格好とか。運んじゃいました、あなたに勝利を。そういう意味で私も取ったよ。手紙に込められた思い、こぼさないよう優しく運びます。そうしてあげて。ん、なんかテント張っとる。キャンプで料理を作ってポケモンを元気にしてみて。料理を作るならこの木の実を使うといいよ。お、クラボの実ありがとう。テントを調べるとみんなのキャンプに参加できるよ。よかったら横に立ってる私のテントにも入ってみて。これは多分アイテムくれるぐらいやけん、コンピューターやと思うよね多分。ミクのポケモンキャンプら参加しますか。してみたい。あ、この謎の草は人のポケモンってことかな。あ、てか全員人のポケモンってことかな。おー、なんかすごい新鮮な感じするね。めっちゃ独特な音が聞こえるんやけど、誰の鳴き声や。こういうなんかポケモンが遊びよるところとか見るの楽しい。あ、キャンプ場のところにはやっぱりああいう光の柱が立っとんやね。びっくりした。ポケモンに備わっているタイプによって有利不利があります。ふんふん、知ってるよ。スクールボーイのセージが勝負を仕掛けてきた。お、略でってことは私はここなんだったっけ。ここ柄。ここ柄でいきます。相変わらず自分のポケモンの名前も覚えられないアユが、ここ柄の名前をやっと覚えたと思ったら、よし、そしてここでここ柄進化。どんな感じになるんかな。かっこいい系、やっぱりキリッとした感じの。おー、いいねいいね。おめでとう、ここ柄は青ガラスに進化した。いいやん。青ガラスのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。青ガラス、カラスポケモン。足で小石を掴んで投げたり、ロープを敵に巻きつけるなど道具を扱う知恵を持つ。ここ柄はチマッとしとったけど、いい感じにかっこよくなったね。相手との相性が悪い時、違うポケモンと戦う時はポケモンを入れ替えましょう。ふんふん。結構ね、いろいろと進化してきたけん、またなんかね、進化させたいポケモンのレベルとかも上げていきたいんよね、私。いい傷薬ゲット。スプレー式の傷薬、ポケモン1匹の HP を60だけ回復する。看板が、この先ガラル鉱山。これがガラル鉱山か。誰か人がおる。トレーナー、お出かけポケモンセンターを勝手にしている姉です。ガラル鉱山は厳しいでしょ。ポケモンを元気にしますね。ありがとう。厳しいかどうかまだ入ってないけん分からんけど。何かありましたらいつでもお声掛けくださいね。さあ、てことで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ここからから青ガラスに進化したけど、あれかな、ポッポ、ピジョン、ピジョットみたいに3段階とかあるんかな。それともここで終わり。その辺気になるけん、ちょっとなかなか入れ替えづらいよね。